瑞希。あなたも。待って。さよなら。でもどうか、あの子、真冬を。待って、ユキ。え、私の部屋。ケイ、ねえケイ、かなで、大丈夫？ケイ、いるの？戻ってたら答えてよ。二人とも。ケイ、よかった。はぁ、とりあえず、みんな無事に帰ってこれたんだね。よかった。でも、私たち一体何されたの？ミクに触られたらいつの間にかここに戻ってたけど。それに何だったんだろう、あの世界って場所。ミクは変なこと言うし、ユキも。だって本当はケイもエナナンもアミアも誰よりも消えたがってるくせに。本当、何なの？ユキのやつ、自分が追うんだってこと隠してこっちのことバカにして。すごいって言ってた私がバカみたいじゃない。バカにしてたかはわかんないじゃん。でもユキってあんな子だったんだね。やっぱボイチャだけじゃ性格わかんないもんだね。全然笑えないんだけど。にしてもこれからどうしよっか。あの調子じゃユキは戻ってこなさそうだけど。足りなかったか。え？ケイ、なんか言った？まあ、今日はもうお開きにしようか。いろいろありすぎて疲れたし。ユキのこととか、これからのことは、また明日考えればいいよ。あんな奴のこと、もう考える必要ないでしょ。だいたい、本人が一人でやるって言ってるんだから、もう戻ってくるわけないじゃない。ユキは、一人でもあんな作品作れるんだから。まあまあ、その辺もまた明日、冷静になったら話そう。それじゃあ、じゃあね。